注目を浴びている選手といえばこの人でしょう。果たして前節のハットトリック再現となるのか。この試合は EA スポーツの完全中継でお伝えします。皆さんこんにちは。今日はデイゲームをお楽しみください。果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、そうそう見られない試合になりそうですね。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。多くのサポーターが見守る中でのキックオフです。選手もサポーターも心を一つにして戦いたいですね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 ですね。フィールド全体に選手を配置するシステムです。前半のキックオフです。素晴らしいスルーパス。これはチャンス。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが、見事に止めましたね。コーナーから中へ。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ボールを入れました。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。ボールがラインを割ってコーナーキックになりました。ボールはゴール前へ。相手が触ってボールが出ます。コーナーキックです。中に入れた。これは決まりません。キーパーが触りました。いやー少し力が入りませんでしたね。小屋ヒロト、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここはゴールキーパーの好判断。素晴らしいボールです。ここから狙うのか。ゴール前に入ってきた。
止めたが抑えられない。さあどうなる。さらに止める。しかギリギリでのクリア。今のはハッとしました。ゴールキーパー助かりましたね。ボイス飛びついた。スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。ボールを入れた。この攻撃は実を結びませんでしたね。サイドへパスを出します。このパスはカットされます。誰か見ておきたいですね。ここは抜いてくるのか。キーパーと1対1でしたが入りません。力が入りましたね。ここは冷静になるべきだったと思います。サポートが寄ってきた。これはチャンス。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。前方に運びました。さあどうする。あっとこぼれた。ここでインターセプト。サイドへ展開します。危険な位置です。緊張感が増してきます。入れば1点リード。ゴールゲット。決まった。ゴールが決まって先制点。強烈なシュートを叩き込みましたね。キーパーはノーチャンスといった様子でした。クリスティアーノ。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。これはチャンス。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。リプレイが出ます。ここでディフェンダーを突破して得点機を作り出しました。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。クリスティアーノ。スコアは2対0。ここでハーフタイムを迎えます。実況していてもこの選手の活躍が試合は後半に入りました。
ボイス。ボールをキープして自ら勝負します。これを止める。なんという反応でしょう。素晴らしいセーブでした。ヘディングで決めた。映像が来ました。コーナーキックからのいいボールです。そして最後はうまく頭で合わせました。こちらのカメラからの映像です。実力拮抗のカードと思われていましたが、ここまではワンサイドゲームになっていますね。ほんの少しのところ絶好のチャンス。ああ、これは決定力が足りなかったように見えましたが、どうでしょう。その通りですね。もう少し冷静にいけば簡単に決められたと思いますよ。もったいないですね。カウンターのチャンスです。クリスティアーノ、行くしかない。これはコーナーキックです。コーナーからエリア内へ。クリアしきれません。味方がフォローに来ています。ボールはバーの上を越えました。このパスは通らない。誰か見ておきたいですね。最後は1対1のチャンスでしたが、ゴールを奪えません。決定的な場面だったんですが、惜しかったですね。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。裏も見えていたのか。つながる。キーパー止めましたが、まだインプレー。入った。ボールはゴールの中へ。この失点シーンはキーパーの処理の仕方に問題があるんじゃないでしょうか。むしろ相手にチャンスを与えたような形になってしまいました。監督も怒っていると思いますよ。勝利に大きく近づく1点が入りましたね。監督も安堵の表情を浮かべています。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ゴヤヒロト、ボールを前に運んでいます。ゴール前で振り切った。キーパーと1対1の場面でしたが、これは大きなシュートミス。特に強く蹴る必要はない場面でしたね。派手に決めようと思ったんじゃないでしょうか。シモン・マテジュニオ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。ここでボールロスト。カウンターのチャンスが巡ってきた。ボールを奪いに来ました。止めた。ボールが転がる。コーナーキックになりました。これはあるか。このヘディングはクロスバーの上。惜しかったですね。
もう少し落としておけばというヘディングでした。これは見事なインターセプト。いいところに出します。おっとスーパスだ。このシュートが外れた。どうしたんでしょうか。余計な力が入ったかもしれません。決めたかったでしょうね。この展開を予想するのは難しかったんではないでしょうか。見事なパスカットです。ドリブルで敵陣へ持ち込む。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。これでハットトリック達成です。チームを勢いに乗せています。今日は絶好調ですね。この角度からも見ましょう。ゴールに向かっています。来たか。ポストに当たって決まりました。この得点差を考えると選手も流し始めるのかと思いましたが、貪欲にゴールを狙っていますね。プロらしい姿勢だと思います。相手の集中も切れているでしょうから、チャンスは大きいと見ているでしょう。山崎亮平。試合終了のホイッスル。このリーグ戦はホームチームが勝利しました。チームは相手を終始圧倒していましたね。監督のプラン通りに試合を進められたことがスコアにも表れています。選手たちにとっても自分たちのやってきたことが正しかったと再確認する結果になったんじゃないでしょうか。この調子なら次節も好成績を望めそうです。